や、路中には気をつけようと思ってます。はい。いやいや、あの、楽しみですね。はい。いやー、おっちゃんやなって。うん。そんな印象ですかね。まあでも、ごつかったですね、体ね。うん。まあ、あんま顔が小さいからね、あんま7番取ってほしいなとは思ってましたけど。はい。何すかしとんねんって、あの丸米ね。ほんま、腹立つわ。丸米というよりもあの金魚の糞が一番腹立つけどね。偉そうにチューしとったでしょ、あれ、会場で、女と。どこで路中でチューしてんの、俺だけやぞと。ほんま。ほら、この歌が。今回の試合で、数えたら10ヶ月で6試合。そうっすよ。ハイペースすぎないですかね。めちゃくちゃ稼いでますよ。はい。全然このぐらいのペースはご自身としては。いや俺ね、試合せえへんで有名やったというか、巷でね、全然試合してなかったんですけど、めっちゃ働いてますよね。でもそんぐらいこう強くなりたいっていうのもシンプルに思ってますし、うん、あの格闘技があの楽しくなったのもありますし、うんうん、まあ33歳なんですけどね、33歳からここから強くなったらこれまた面白いかなと、うんうん、みんないろいろ諦める年じゃないですか、うん、ここからまた強くなったら世のおっちゃんたちにパワーを与えれるかなと思って、うん、ちょっと働いてますね。はい。ジージーはコウジさんを倒せるパンチ持ってそうですか？無理。うん、鼻くそですね。要はあれで、なんか自分がベスト、俺はちょっと期待したんですよ。なんかベストオブベストみたいに言ってなかったですか、自分で。うん、なんかちょっと英語わかんないですけど、俺がベストや、なんか言ってましたよね、あの会見の時。はい、では期待したんですけどね。まあでも、まあでも、ね、一発もらったらね、そう分からんからね。まあ、それは楽しみですよ。俺もね、早く黙りたいんでね、うん、早く黙らせてくれと。でもまあ、まだまだ黙る気もなく、ほざき続けてやろうと思ってますけど、はい。